はい、今回はこちらをご紹介します。やっと発売されました手裏剣戦隊忍忍者の桃忍者手裏剣。本日5月30日にこの忍手裏剣のデラックス版、赤忍者手裏剣から桃忍者手裏剣まで忍手裏剣シリーズということで、このデラックス版忍手裏剣が単体発売されました。これまで忍者一番刀には赤忍者手裏剣、ガマガマ銃には青忍者手裏剣、バックルには白忍者手裏剣、そしてからくり変幻には鬼忍者手裏剣ということで、桃忍者手裏剣だけ発売されてない。挙句には6人目のスター忍者手裏剣も発売済みですからね。発売順序がおかしい。で、今回これらセットでしか買えなかったデラックス版忍手裏剣と、この新規の桃忍者手裏剣がやっと単体で買えるようになったということですね。こちらお値段が税込みで1512円、なかなかいい値段しますね。パッケージはこのようなブリスターパッケージで、対応する戦士桃忍者が映ってます。反対側がこちら遊び方ですね。忍者一番刀を使っての手裏剣変化、あと玩具オリジナルギミックとして手裏剣人の頭部としても遊べる、まあ、これまでのデラックス版忍手裏剣と同じ仕様というか全く同じものですね。それでは早速桃忍者手裏剣開けていきましょう。あ、これ単体一つ一つに忍忍道場の登録の QR コードがついてるんですね。おー、念願の桃忍者手裏剣やっと手に入った。はい、ではこの桃忍者手裏剣細かく見ていきましょう。頭部はこのような変形ができて、中にも桃忍者が描かれてます。漢字は桃ですね。そしてコアのこの黒いボタンを押しながらブレードを回転すると、はい、ブレードを取り外すことができます。はい、このブレード以前初回限定の手裏剣陣に付属していたものと、形は一緒ですけれども、手裏剣陣についている方はちょっとグニャグニャ、今回のはちょっと少し固め、色味も今回の方がピンクが強いかな。そしてコアがこんな感じです。ブレードを装着して回転させると、おー、ピンクの LED 綺麗ですね。綺麗。そしてこの裏側の真ん中の黒いボタンを押すと、はい、お供にビュンマルの走行音が聞けちゃうんですね。それでは忍者一番刀で手裏剣変化。続いてザ・ワザ。ということで、変化、技、いずれも他の忍手裏剣と同じ音声。やっぱりここはちょっと物足りないですよね。ただピンク色の綺麗な LED 発光はやっぱり綺麗ですね。もちろんガマガマ銃にセットして遊んだり、ハンバーガーのハムまたはベーコンにしてもいいかもしれませんね。最後は頭部を起こしてデラックス手裏剣陣に合体。頭部として合体するとこんな感じです。手裏剣陣だけではなく、こちらバイソンキングの頭部に合体するのも、はい、合体するとこんな感じです。さらに似合わないですね。ということで、今回桃忍者手裏剣がやっと発売されたということは、ここに、はい、これで6人全てのデラックス忍手裏剣が揃いました。嬉しい。あー、やっぱり揃うと違いますね。見た目が全然違う。あー、いいわ。ということで、今回は忍手裏剣シリーズ05桃忍者手裏剣をご紹介いたしました。忍手裏剣といえばこちら、ちょっと前に届きました。忍忍道場のキャンペーン第2弾の5トン用手裏剣、店頭では残念ながら外れてしまったので、実際に見るのは初です。この後すぐこちらをレビューしたいと思います。
はい、ということで今回の忍者一番刀チョコ、全く当たる気配がしませんが、果たして今回は3、2、1、ぽやないですね。残念。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。